アップルのの方のやりますかこれちょっとね、僕はこれ、あのややがっかりな話ではあるんですけども、ね、米中激突で、えー、アップル社は北京に屈してましたよっていうい、ちょっとね、アップル社は北京に屈してたということをです、ね、はい、ニューヨーク・タイムズの3人の記者が、調査記事っていうじゃないですか。はいはい あの記事の書き方ってこれ北海道新聞の方に一回ロンドンで聞いたことあるんですけどですね調査記事っていうのはまさにあの文春とかがやってる、はい、本当に記者がやっぱ取材してってネタ持ってくるやつもう一つは発表記事というか。うん あの一般的にその政府から流れてくるデータみたいなものとか、はいうん、逆に政府側がこれ発表してほしいっていうのを資料を渡して、うん、そこを記者クラブの人たちが全員加工して同じような発表を、うん、あの記事にするっていうその、の、のんててですかねあの持ってきたものを発表されたものをデータを持ってそのまま発表する記事と、うん、本当に新聞社自身が記者が追いかけて記事にするっていう記事って別じゃないですか。うん、ニューヨーヨクタイムズの この記者、うん、まさにこの調査記事のもう真髄みたいなすごい記事を出してきましえー、5月17日に出た記事なんですけど、えー5つのまあ、大体5つぐらい僕言えるのかなっていう,ふうにこの記事を読んで思ったんですけど中国のこのアップル社前からね中国側に対してはおもねってるんじゃないかっていうことなんですけど証拠付きでいろいろあげましたということです。うん、実はこれね結構その確かに あのー、5年くらい前に、一回話題にはなってたんですよね、は iPhone はだめだよって話は、あったんですよ。で、えー、じゃあ、これ、その証拠が出てきたと、うん、内部文書とかも含めて、いろいろこういうのは出てきました、はいうん、中国国内なんですけど、これ、2017年、うん、今から4年ぐらい前の話ですね、はい、中国の法律に対応して、アップル社は、中国の顧客データを、うん。 中国に移してしまったと、はい、要するにアイク,クラウドか、はいはい、そういうものですね、うんで、中国のなんとそのデータを持ってるのが、うん、中国の国有企業が持ってるコンピューターのサーバーだと。2つ目、ですね、これ何かというと、うん、中国、まあデータを移したんですけど、アップルは中国政府との間にアメリカの法律、うん、ほら、アメリカってそのデータをの中国に渡しちゃいけないみたいなのあるんで。 法律を回避するために、あえて中国の顧客、まあ中国の顧客の iCloud データの法的な所有者を、なんとアップルじゃなくて、機種クラウドビッグセンタービッグデータ、GCBD っていうらしいんですよ、はいゴルフ、チャーリー、ブラボー、デルタですね、はい GCBD、ここに移したということらしいんで、それを言いたくて、GCBD 言ったみたいなんで、いきましょう。 中国のルールに、まあ、接触するアプリを削除するということをやっています。はいうん 4番目、中国のインターネット規制当局は、中国の大富豪のほら、核分岐って言ったじゃないですか、はい、核分岐、バノンと一緒によくやってた、今じゃ、とんでもにもなってるいはい核分岐ですね、あの人のアプリも拒否するようにということでですね、それをしっかりアップル側も分かりました、核分岐のアプリは削除します、削除してます、はい、5番目ですね、タイムズのこれ、分析によるとですね、2017年以降、中国のアップル社の、 アプリストアアってうんですかップストアから5万5千のアプリがすぐったしていると協力してるんですよ、ほとんど他の国でも利用できる状態になってるのにっていうことらしいですねなんですが、中国では規制当局の承認を得る必要があるということで削除しているとつまり僕何言いたいかというと大スですよアップルはとにかく北京側にめちゃくちゃおもねってるという記事でございます。 なのでえっと前ね、ねあのー、CIA か FBI か、はいあのー、iPhone のパスワードを FBI が言った時があったけど、それは顧客のデータだから、<う>えー、渡せません渡せませまんって言って、骨のあるようなことを言いながら、はい、中だから、アメリカの企業がアメリカ政府とは戦ってるふりをしながら、そうそう中国では。<laughs> やたら売り渡してひでえことやってたんだ <laughs> そういうことです、はい、でね,ですねこれやっぱりわれわれこれから問題にもなると思うんですけど、うん、この企業が倫理と人権っていう話と、うんうん、まあ利益じゃないですか会社の板挟みになるっていう状況は、うんねはい、これまあユニクロとかもあって、まあ、ユニクロは完全に中古側におもねってわけですけどいやアップルもかよということじゃないですか、うんはい でアップルってこれ20、20%、うん、の収入、はいぜ、全部の収入のうちの2割はですね、うん、中国からのものなんで、うんはい、まあ、でっかいマーケットとしては、やっぱり見逃せないのかなと思いますけど、ね、ずっとだけ押すこれは前から言われてたので、やってるだろうなとは思ってはいました、はい、ただ、ニューヨーク・タイムズがこういうスクープ出してきて、はいうん、でやっぱりまあ、アップルに対するまあ批判もそうなんですけど、うん やっぱりそういうことをやらせてる、うん、本当はね、行かなきゃいけない方向としては、うん、こういうことをやらせてる、うん、無理やりにアップルをその従わせてる、うん、北京ってやっぱり怖いなっていう方向に行かないと僕、いけないと思うんですよね、ねそうです、ねはい、一番悪いのは、アップルでもなく、中国ですか、もちろんアップルも、あれなんですけどね、はい、ユニクロも悪いし、うん、楽天も悪いし、アップルも悪いよと。でも 中国が一番悪いわけでですすからねそうなんだって、ねまあ、板挟みにさせてるのがそもそも中国じゃないですか市場を持ってるからまあ強いんですけど、うん、やっぱり市場を持ってるから何やってもいいってわけじゃないでしょそうするとやっぱり世,間世界的にはやっぱり中国を、まあ、潰さなきゃいけないというわけじゃないですけど、うん、中国共産党体制ってのはやっぱりこういうふうな変な規制してくる面では、うんはい、なんとかしなきゃいけないよねっていう,うに、うん、世界の人々が感じる方向に僕 希望的観測も含めてやっぱりい,いかないといけないなとは思うんですよね。ねはい、なので、まあ、こういう記事が出てくることによって長期的にはやっぱこれデカップリングはこれ不可避になってくるんじゃないかな、はい、ということでしょうね,確かにねただ、アップル側もねなんかすごい汚いなっていうかそのサーバーを中国国内の政府業者に渡して僕、アメリカの方には接触してませんからっていうのはちょっとあんまりこう褒,めた褒められた態度ではないなっていうそうですね。もっとこう 問題にしてほしいなと。情報売ってるってことですかね。もう中国はあの、はい。うん、まあラインの問題とかもね<あ>出ましたけど。そうですね。あのレベルはちょっと違いますけど、うん、もうラインの話もやっぱりちょっと似たようなところあるんで、うん、いやーちょっとこれからこの辺板挟みになってくるのはるか。ねうん、だから日本の経団連はダメだって出るけども、アメリカもそういうのもあるし、うん、で一番やっぱ大事なのは国が発展して全部国産化できるかどうか。 がすごく大事で、我々はやっぱこういろんなことで、やっぱあの外国っていうかね、アメリカにも依存してるし、うん、その中国にも依存依存してるから、だからやっぱりあのいろんなこと、まあ IT 系ではもうどうにもならないよね。これ逆に言えばですよ。うん、あのもしかしたら、うん、これあ中国でこういうことやってるわけじゃないですか。うん、これアメリカ政府は逆にアップル締め付けに行けるかもしれないですね。うん、うん、まあ、ね、むしろお前中国でこんなことやってんだろう。 じゃあ、俺たちにも協力しろよってことになるかもしれないそれはあると思いますね、それはやるんじゃないかなだから、アメリカ政府側がちょっと囲い込みにに対してやってくるっていう一つの兆候は iPhone を使った犯罪者は全部挙げられていくかもしれない、これからなんか、いつの間に分かったんだみたいな、そう、やっぱりそっちの方向にも、これ、だって中国のせいでこういうふうになるかもしれないということありますよ、いや、すごい記事でした。 新しいですね、音声講座ができましてハイブリッド号なのか s l s の情報戦なのかという次の戦争はこういう戦争になるだろうというね濃いですね濃いですねこれは今回はスの6番ができました濃いなこれはぜひこういうちょっと一気にね聞いてみたいなと思う人は買っていただけたらと思っておりますそしてですね 濃いじゃないですか、でも。濃いですか、最高の男たちが、濃い話をしておりますので、すね、戦略がどんどん分かりたいとした音声講座作ってますので、どこから入るかっていったら、この米中20年戦争の備えのパート6から入ってもいいですし、戦略の化ね、この未来予測とか、こういったところから入っていただいて、だいぶ充実してきましたね、こちズ。 入門ですね。リアリズムを理解した方はリアリストについてね、勉強するとリアリズムがよくわかりますよと名作ですねもう時代はリアリストですもんねあとでその話をなぜなのかっていうもう時代はクラウドじゃなくてリアリズムですよねクラウドじゃなくて時代はクラウドじゃなくてリアリズムですい。そしてルトワックですねこの一発逆転とすべてを超えたきたきた来たえあの 全ての戦略を超えていくのはこれじゃないか、これです、これです、もう間違いないです、で中国のですねこのトリプルインベージョン、これが元になってね、アメリカもどん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 、いろんな議会が動いてきて、ついに締め上げに向かっていったとそうですねこの3冊のエッセンスが、かなり、オーストラリアとカナダとニュージーランドの手口を分析してます、そして、ソン・の兵法 とというこですねはいまあここはもう地政学ということで敵なしですねここは本格的にはいクラウゼビッツ 3c 地政学はこれでマスターということですいうことで各あの講座をねビシッとまとめてですね勉強したいなという人はぜひ聞いて頂けたらと思っております